マイケル・カール・ブライアンは、アメリカ・カリフォルニア州、カマリロ出身の元男子、プロテニス選手。身長190センチメートル、体重84キログラム、右利き。双子の兄弟であるボブ・ブライアンと共に、ブライアン兄弟のダブルスとして活動した。兄弟二人ともシングルスにはほとんど出場せず、ダブルスのみに活動を絞っている。ダブルスでのキャリアゴールデンスラム達成者。 ATP ツアーでダブルス124勝を挙げている。ダブルスにおいて100勝達成は ATP ツアーで史上初めての快挙。マイクはボブ以外とのペアでも優勝しているため優勝回数がボブの総計を5つ上回っている。1978年4月29日にアメリカカリフォルニア州カマリロで双子の兄弟が誕生した時マイケル・カールは 双子の兄として2分先に生まれた。ブライアン兄弟は両親ともにテニスのコーチで、双子の兄弟は2歳の頃から両親にテニスを学んだ。二人の兄弟は早くからトーナメントのシングルスで兄弟対決を両親に禁じられてきたという。二人とも1997年から1998年の2年間、スタンフォード大学に在学し、 NCWA 主催のテニス大会で活躍した。マイクもボブと同じ1998年からプロテニス選手に転校した。2001年から双子の兄弟のペアは ATP ツアーで優勝できる力をつけ、この年に年間4勝を挙げる。2001年全米オープン男子シングルスに出場し1回戦で第2シードのアンドレアガシに4から6、1から6、 0から6で破れる。これが、マイク唯一の4大大会シングルス、出場試合である。2003年全仏オープン男子ダブルスで、2人は4、大大会男子ダブルス部門で、初優勝を達成し、決勝で連覇を狙ったエフゲニーカフェルニコフ、ポールハーフンス組を7から6、6から3で破った。同年に、全米オープンでもダブルス決勝に進んだが、 トットウッドブリッジ、ヨナスビオルク番組に7から5、0から6、5から7の逆転で敗れて、準優勝になり、年間2冠獲得を逃している。この年は、男子テニス年関西終戦テニスマスターズカップのダブルス部門でも、ファブリス・サントロ、ミカエル・ロドラ組を破って初優勝を飾った。しかし、2004年全豪オープン男子ダブルス決勝では、サントロ、ロドラ組に6から7、 3から6で敗れている。2人は2004年アテネ五輪のアメリカ代表選手にも選ばれたが、ここでは準々決勝で、チリのニコラス・マスー、フェルナンド・ゴンサレス組に敗退した。全米オープンは3回戦敗退に終わったが、テニスマスターズカップで2連覇がある。2005年のシーズンに、マイクとボブはすべての4大大会で男子ダブルス決勝に進出した。全後オープン。 全仏オープンウィンブルドンの3大会連続で、準優勝止まりだった2人だが、全米オープンで4大大会ダブルス2勝目を達成する。2006年ウィンブルドン選手権まで、2人は7大会連続で4大大会ダブルス決勝に出場した。2006年全豪オープン決勝ではリーンダーパエス、マルティンダム組を4から6、6から3、6から4で破って4大大会3勝目を、 獲得したが、全仏オープンでは、マックス・ミルヌイ、ヨナス・ビオルクマン組に敗れ、2年連続の準優勝で止まった。ウィンブルドン選手権では、ファブリス・サントロ、ネナドジ・モニッチ組を6から3、4から6、6から4、6から2で破り、男子テニス界では、史上6組目となる同一ペアによる、キャリアグランドスラムを達成した。2007年全豪オープン男子ダブルス優勝後、 マイクとボブはしばらく好成績が減った時期もあるが2008年北京五輪で男子ダブルスの銅メダルを獲得する。それから二人は2008年全米オープンと2009年全豪オープンで連続優勝した。2009年3月6日から8日に行われたデビスカップワールドグループ1回戦でアメリカはスイスを4勝1敗で下した。ブライアン兄弟は ダブルス戦で、スタニスラス・ワウリンカイブ・アレグロ組を6から3、6から4、3から6、7から6で破り、デビスカップアメリカが州国代表として15勝目を挙げた。こうして2人は、デビスカップアメリカが州国代表のベストダブルスチームになり、それまでの米国ダブルス歴代一位体だった、ジョン・マッケンロー、ピーター・フレミング組とイルマー・アリソン、ジョン・バンリン組を抜いた。 2012年7月のロンドン五輪男子ダブルス決勝でボブとマイクはフランスのジョー・イルフリードツォンがミカエル・ロドラン組を6・4・7・6で破り金メダルを獲得しキャリアゴールデンスラムを達成した2012年全米オープン男子ダブルス決勝でリーンダー,ー・アパエス・ラデック・スティパネク組を6から3・6から4で破り四大,大大会通算12勝目を挙げた同一ペアとしては ウッディーズの11勝を更新しオープン開口では1位になった。マイク・ブライアンは混合ダブルスでは2003年全仏オープンと2003年全米オープン2012年ウィンブルドン選手権でリサ・レイモンドと組んで3勝を挙げている。レイモンドとはロンドン五輪混合ダブルスでも銅メダルを獲得している。2002年全米オープン混合ダブルスではリサ・レイモンドと組んだが決勝で ボブとネットを挟んだ兄弟対決になり、ボブ、カタリナスレボトニック組に勝利している。しかし、2001年ウィンブルドン選手権、混合ダブルスではリーゼル・フーバーと組んで、準優勝に止まり、2008年ウィンブルドン選手権、混合ダブルス決勝で、マイクとボブは再びネットを挟んで対決した。マイクのパートナーはレボトニックで、マイク、スレボトニック組は、ボブ、 サマンサス・トーサーの組に敗れて、準優勝になった。2012年12月、デビスカップでマーディ・フィッシュとペアを組出場。ボブは欠場したため、2003年8月以来となる、ボブとマイクのランキングが異なることになり、2011年11月から、続いていた世界ランキング1位記録が単独記録になった。2014年全米オープン男子ダブルスでは、 決勝まで順調に進出、マルセル・グラノリエルス、マルク・ロペス組を6から3、6から4で下し、ダブルスとして ATP ツアーにおいて史上初めて100勝を達成した。また、グランドスラム合計優勝回数19となり、ジョン・ブロムウィッチ、フレッド・ストールと並んで獲得回数歴代8位大記録となった。また、10月からの上海マスターズで、 ブライアン兄弟での900勝を達成。決勝で、ジュリアン・ベネトーエドアール・ロジェ・バセランを6-3、7から6で勝利し、キャリアゴールデン・マスターズを達成した。2015年全仏オープン混合ダブルスにて、ベサニー・マテック・サンズとペアを組み出場。全仏混合では、自身12年ぶり2度目の優勝を果たす。2018年5月からボブが、デ部の故障で、 長期離脱したため、ジャック・ソックとペアを組むと、ウィンブルドン選手権と、全米オープン、ATP ファイナルズで優勝した。2019年1月に、兄弟ペアが復活し、シーズン2勝を挙げた。11月に、来年の全米オープン限りで引退することを発表。最後のグランドスラムとなった2020年、全豪オープンでは2回戦で、世界1位のフアン・セバスティアン・カバルを下すも、 三回戦で敗れた。続くデルレービーチオープンでツアー119勝目を挙げ、これが最後の大会となる。その後は新型コロナウイルス感染症流行の影響でツアーが中断。8月に再開するも無観客開催であることも影響し、全米オープンを待たずして引退することを表明した。オープン開港混合ダブルス優勝パートナー。ありがとうございます。